こんばんは、闇の作曲家コールです。舞台オブセッションの音楽を制作しました。2022年9月14日から19日まで CBGK 渋劇で公演されます。この舞台の内容は、とある一室で起こるちょっと奇妙なドタバタ憑依コメディです。話の大まかな流れとしては、公式サイトに書いてあるんですけど、事故で最愛の彼女を亡くした三原が恨みを晴らすために、事故で彼女を殺しちゃったやつを殺したろうと思うんですけど、その事故で彼女を殺しちゃったやつに彼女が憑依するんですね。それでこいつを殺したいけど殺せなくなってしまうっていうね。そこにまたもう一人が入ってきて、こんな何やかんやなっていくっていう感じの物語です。で、音楽作ったんですけど、今までの舞台の音楽の制作の中で一番悩んだかもしれません。というのも、これって3人芝居っていうのが冠についてるんですね。まず登場人物が3人しかいないんですよ。で、とある一室で起こると、場面もほとんど転換しないんですよね。なので、音楽もすごくシンプルになるんですよね。三人芝居なのに、こう、音楽がこうガヤ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 やってたら、ちょっと過剰になっちゃうんで、すごく音の数が絞られるんですね。音の数が絞られた中で、こうどういう風にテーマを盛り込んだりとか、この舞台ならではの雰囲気とか、そのテーマの一貫性を持たせるにはどうしたらいいかとか、その音が少ないことによって、この舞台ならではの要素を盛り込むっていうのがすごく難しくなっちゃって、今までここまで少ない人数っていうのはなかったんで、もうそれがね、一番苦労しました。多くの人が出てくるものは、こう、わーって出てくるから、もう効果音とかもバキバキになって、音楽もドコドコドコって入れれば、なんとか成立するんだけれども、まあそんなんだつじゃないけど、成立するんですけど、やっぱね、この人数が少ないっていうのは、繊細さが要求されて、本当に難しかった。どこまでミニマルにするかっていうのはね、邪魔しないようにするっていう、邪魔しないだけなら簡単なんだけど、さらにもう一味、こう、この舞台ならではのハッとする部分みたいなのを入れたいなと思って、そしてテーマも、ちょっと奇妙なドタバタ憑依コメディっていうね、そのテーマは結構難しいんですよね。基本はコメディなんで、あんまりその憑依とかするって結構、お化けなんでね、怖いじゃないですか。その怖さを、いかに出さずにコメディに寄っていくかっていうことで、かといって、すごくコメディじゃないんですよね。ちょっと変だなぐらいのコメディ。なんで、あんまりもう、なんかコメディですよ、みたいな感じで押し出さない。かといって、こう、怖いですよ、も出さない。みたいな、すごくこう、繊細さが求められるなと思って、かつシンプルにしなきゃいけないっていう。すんごい難しかったです。まあ作っていくうちになんとかまとまったかなという感じですね。悩んだって言っても、こう、マイナスの意味で悩んだんじゃなくて、プラスの意味で悩んだかなという感じがしますね。シンプルな中にどうやってこの舞台ならではのものを入れていくかっていう、そういうこう、プラスの盛り込み方を悩んだっていう感じでした。というわけで、三人芝居オブセッション、2022年9月14日から19日まで CBGK 渋劇で公演されます。よろしくお願いします。ではまた。